Música ショと申します、えー。そうですね。今日は自分のつく自分たちが作った映画の話であるとか、あるいは他の映画の話もできればなと思います。よろしくお願いします。まあ、まず箱を開けて、結構もうこれまですごい古い使っテレビを使ったりとかしてたっていうのもあると思うんですけど、つまり最新のものそんなに詳しくないっていうのもあると思うんですが、何て言うんですか。形が綺麗ですよね。<laughs> なんだろうな非常に映像だけに集中できる句体なんだなと思ってまず電源を入れるのが楽しみだなと思って電源を入れまして、うん、でそこから、まあ、いくつか映画を見たわけですけど、まあ、非常にいつもなるべく家では大きく見たいと思大きい画面で見たいと思っていたので普段実は使ってるのはプロジェクターを使ってるんですね。 で、ただ、あの自分の編集であるとか、何か作業するときにはモニターがもあるので、えー、モニターをセッティングしてます。まあ、どういうセッティングそうだな。僕が以前まで使っていたのは、まずまあ物理的なところから始まりますけど、なんかこういうところに。 なんだろうな電気がついてたりとかメーカーのロゴが入っていたりとか,なんかいろんなうるさい情報があったんですね、うん、えそういうのをまずねこう黒いビニールテープとかで隠して <laughs> なるべく画面だけ見えるようにするっていうえことを以前はしていましたでそれから中の映像に関してはまあでも非常にオーソドックスな方法だと思いますそのカラーバーみたいなものを出してそれに合わせて。 自分が正しいと思っている基準に合わせてセッティングするという、まあ、非常にノーマルな状態になるべくするということですかね。っていうことですかね。フィルメーカーモードで、えー、編集とか自分が作っていく作業もやることによってあの今までの作業がある程度効率化される部分もあるかと思いますしあのそういった編集環境とでそれが最終的に,に届く場所お客さんも同じような同じ LG のもので見ているとそこに。 差がなく、あのー。見てもらう、届けられることができる、まあ、そういう経験。になるんじゃないかなと思います。じゃ、今日ちょっといろいろディスクを持ってきて、結構悩んだんですね。じゃ、最初は。トニースコットの。アンストッパブルと。デジャブ。ですかね。まあ、トニースコット監督の映画は本当に、こう。 複数のキャメラでさまざまなこう。まるで画家のようにいろんな色彩が飛び画面の中に飛び交うようなまあ激しいアクション映画ですけれども、えまあそのビビットの世界観を味わうにはまあ多分面白い経験がなるんじゃないかなと思います。僕大好きな作品です。まあこれ以外にもドミノという作品もあるんですが、まあそれも本当に色彩が要するに、見た目に見た通りの色ではなくて。彼。 このその世界に合う色付けをして,もらしてくれてるんですねトニー・スコット作品では目で見たものではない何かこの作品独自の世界の味わうにはあのいいモニターで見た方がいいというふうに思いますまずはこれです、ね、でそれから、えー、迷いましたけれどもこのジャン・リュック・ゴダールの「さらば愛」の言葉を選びましたあのー、本当にジャン・リュック・ゴダールという人は、えー、ある時期までの3 5ミリフィルムで撮っていて いいる作品も,もう本当に異常な美しさと言いますかあの素晴らしい作品ばかりですけどあの彼がデジタルカメラを手にしてからもう本当に何だろうな、えー、他の人には予想がつかなかった他の人が真似できないような、えー、感覚でもって、えーまあ、本当に新しいビデオカメラの使い方まだゴータールについて僕も多くの言葉を持てないぐらいまだまだ全然本当に追いつけません。あのー 彼が一体何を考えてえ何をしようとしていたのかそういうことを考えるためにも五ルはゴダ代の絵が見続けたいというふうに僕も思いますしそれをいい環境で見,る見れたらいいなというふうに思って選びました。で「サイレント成瀬成瀬幹オ監督のサイレント時代の作品ですけどえまあモノクロ時代の,あの作品で,でかつおそらくこれも。 えー、綺麗な状態のののフィルムをリマスターしたものだと思うのでやっぱりどれも本当に単純に作品として非常に面白いですし、うん、こういったサイレント時代の作品を再発見するにもあのいい環境で見るのがふさわしいだろうなと思いますで僕としては映画の最初の時期に映画の歴史の最初の時期に一体どういう、えー、試行錯誤をあのその後巨匠になるような監督たちがしていたのかということを味わうためにも。 まあこういったサイレント時代の作品というのはいつも見応えがあるなというふうに思っています。まあそうですね。なのでまあ青春映画え僕も普段よくいろんな青春映画見てましたけど、が好きなのは青春映画が好きなのは多分理由は二つあると思います。一つは まあ今言ったようにワイルドツアーの彼らのように何かこう真剣な登場人物が出てくる、うん、えというに思います。まあ、時には恋に真剣だったりとか、まあ、自分の夢の問題あるいは何か抱えている切実な問題に対して非常に真剣に悩んでいるえそういった登場人物が出てくるのがとても、えー、愛らしいといいますかあー面白いなというふうに思いますね。あととももううつはは映画というものは 何かこう人生が一回しかないということを証明してくれるように思います。登場人物がどんどんやがて年を取ってしまう、えー、やが例えば学校も卒業してしまうとか、えー、人間関係も変わってしまうとか、どんどんその変わっていく世界の中に我々が生きているんだということを改めて、えー、映画を通して実感できるのが青春映画かなと思います。えー、非常にその真剣に生きている、まあ、誠実に生きている風にさっき言いましたけれども、まあ はなだろうな青春映画の中では時に彼らのアクションっていうのは、えー、何か、えー、間違っていたりもする、うん、その非常に人間の愚かな部分がを受け止めようとする題材でもあるかなと思います例えば愛の告白のタイミングを思いっきり間違えたりとかですねなんかそういった、えー、こう登場人物が失敗をしては、えー、乗り越えていこうとするなんかそういう人間の愚かさとか失敗みたいなものも。えー 映画を通してうんなんだろうな興味,深く興味深く見れるのが青春を題材にした映画の特徴かなと思いいますねはいえー、出発点はまず、えー、自由に演じてもらうというのが出発点にあると思います。まあ、自由といってももちろんそこには既にシナリオがあって、うんえー、あるいは撮影場所というのももう決まっていますからその中で。 まず俳優たちが何をするのかというのを見たいというのが出発点ですでそれがうまくいく時もあるし何か違和感を感じる時もありますそれは僕だけじゃなくて多分演じてる方も違和感を感じるケースがあって、えー、なのでその後は一緒に話し合いながら、えー、ディティールを詰めていくという感じでしょうかそのアイデアを出し合うなので、えー、何か僕がこう一,本て一方的にこうしなければならないというようなディレクションというのはあまりしない方だと思います。 まあ俳優にとって同じ俳優という職業でもその全然俳優にとって性格とか演技の考え方が違うのでなるべく僕がそ,のそれぞれの俳優にアジャストしてあの一緒にベストなもののを作りたいっていうのがま,あ一応理想ですまず撮影や照明の技術に関しては一緒にこの作品で仕事をしたキャメラマンの篠宮秀俊そして照明の秋山圭次郎とそのチームというのがもう本当に えーまあ、彼らの技術を信用するというのがまあこの作品を撮ってた時当時僕も若かったですし未熟だったっていうのもあると思うんですけれどもある意味で自由に作れていいたかなとは思います僕はその彼の照明に導かれるように言って演出が変わっていきましたし、うん、でも彼に聞くと彼は彼で、えー、僕の演出によって「ああじゃあ照明こういうふうに変えよう」というふうに 反応ししてくれたらしいんですね、うん、そうなるともう、まあ、本当にそういった相互作用の中一緒にチームで作るというのを実感できましたし多分おそらく俳優たちも何、うんえー、だろうなその場所がどんな光なのかということによって多分演技の等も必ず変わると思うので、えー、何かそういうここまでが誰の仕事でってこう分けられないような、えー、いいチームとしての一つのまとまりのある仕事になったんじゃないかなと感じてます。 でもほとんど多くのいわゆる大変だという部分はむしろやりがいといいますか、えー、チャレンジになる、えー、例えば何でしょうナイトシーンでいわゆるデジタルカメラだったら比較的簡単な場面も、えー、ある程度セッティングしなければ1 6ミリフィルムだと映らないというのは、まあ、そういったことは全然大変ではないもうすごい楽しいことでしたねまずは。はい せっかくなのでもう少しそのスタッフの仕事も紹介したいんですけどあの美術を担当してくれた井上新平さんという方のアイデアでえあの会長が座っている会長室のような本当に小さい小部屋あの玄関入ってすぐ左脇にある小部屋なんですけれどもあれは実際にはない空間だったんですね。あれれ美術アアイデをを考えてくれてく作りました特徴的なのののは会長の席と事務空間をこう こういった柵,柵越しにこうジムの空間が見えるというあの柵を作ってくれたんですねそれはもうさんの素晴らしいアアイデアだったなという,ふうに感じてます、うん、でそれから同じく美術パートで装飾部を担当してくれた渡辺大地という人間のアイデア彼のアイデアでもう本当に細かなディティールを詰めてくれたんですが、えーまあ、彼自身ボクシングの経験者だったんですね。うん で彼からいろんなことを教えてくれました例えば彼が僕に教えてくれたのはあのボクシングジムで鏡を拭くというのはもう本当に心の落ち着く非常に神聖な時間なんだということを彼が教えてくれて、えー、その彼のアイデアにすごく僕も感激感激といいますかあそれはもうきっと素晴らしい場面になるだろうというところがあったので実際に撮影でも あの会長と稽古が2人で鏡の前で拭いたりとか稽古が1人で鏡を拭くというような、えー、印象的な場面を作ることがでできましたそうですね <laughs> すごく難しい質問で他の監督からむしろ聞きたいぐらいですけれども、あのーまあ、映画をまず見るっていう経験がは何か自分の中にある先入観とか固定観念から自由になるのが 映画を見る面白さだと思うんですね。だから映画を作る時にもその自分の中にあるそういった先入観とか固定観念からそういうことに縛られずに、うん、何でしょうね素直にと言いますか新しく物事を見るというのが、まあ、自分はそういうことが好きですし楽しいですしあのそういうふうにありたいとに心がけてますね。 えー「夜明けのすべて」という映画は、えー、瀬尾舞子さんの「夜明けのすべて」という小説を原作にしています、えー、今ここに映っているように、えー、上白石萌音さんと松村北斗さんが、えー、会社の同僚を演じていますは若い男女が映画に出てくるきっと千日間であこれは恋愛映画なのかな恋愛になるのかなっていうふうにもしかしたら思うかもしれません、えー、ただこれはネタバレじゃないの先に言いますが 恋愛とは違う形でこの2人が一体どう、まあ、幸せにと言いますか、えー、どう生きていくのかというものを描いた作品です。でまあこの作品自体は今の日本の社会で働いていくこと、えーまあ、特に20代の若い世代がどうやったら、まあ、いい形で働いていけるかということが映画の中心にあります。えーまあ、言いい方を変えると働きづらさみたいな 今のののの日本の世の中っていうものがベースにありますで、まあ、自分はニュースでしか見たことないですけども韓国の状況っていうのを本当に、えー、働くことに関しては非常に人によっては困難な状況にあるというふうに聞いています、えー。ですのでこの映画が韓国の観客にとってどう見てもらえるのかっていうのは僕自身韓国の社会を知るチャンス自分にとっては韓国の社会をもしかしたら知れるかもしれないしあの何か映画を通して、えー まあ何かこう交流ができたらいいなというふうに思ってます。